本当だ。オッケーです。待ってますね。なるほど。わかりました。オッケーです。はい、じゃあちょっと再開しますが、ということは小沢さんというのはその何でしょうね、敵からも一つのシンボルとして見なされて撃ち落とすシンボルになるんですけど、味方からもちょっとそういっちゃなんですけど都合よく利用されてるんだと思うんですか。いやこれね、奥の深い話でしてね、その小沢一郎というその政治家の持ってる政治的精神的 DNA はね、私はね、お父さんのルーツ、お母さんのルーツから見てね、岩手の水沢、今の大牛なんですけどね、その縄文アテルイのね、DNA とね、平将門のね、その DNA、いわゆる将門の、影響っていうのは、福島の相馬、それから宮城の伊達と言って岩手の方へ行ってますからね、ですから私は小沢さんの代わりに旧水沢市であの辺で選挙活動行きましたらね、千葉っていう生徒ね、妙見さんを祀ってるところが実に多いんですよ。そこで妙見菩薩、妙見菩薩といわゆる星を信仰してる北極星は、でそれはこの千葉県柏市は、ここは柏ですよ、拠点で、将門の拠点だったわけですからね、だから将門のその貴族腐敗政治を平安の壊そうとした改革、これのねやっぱり影響を僕は受けてると思います。でそれはまあ徳川家康鎌倉幕府を作る千葉常胤とか、それから、戦国時代を終焉させた徳川家康とか、それから幕末の坂本龍馬と、につながる僕は DNA だと言ってるんですよ。なるほど。だからその旧体制はね、成東がどうのと仮東がどうじゃなくて、やっぱりそういうその本当に日本が行き詰まったのを変えようとして、旧体制を壊してね、新しい体制を作ろうという、その核になるものに対してね、旧体制をまた保護してるね、守護霊がありますからね。守護霊それとの戦いになってるわけですよ。エイトスと言いますかね、そういう時代兵士みたいな、すいません、そこにある坂本龍馬の本、先生の本、そうちょっと持ってきてもらえますか。これせっかくですから皆さんにも、ご覧になってもらうように、すいません、カメラに映るでしょうか。坂本龍馬の10人の女と謎の信仰というですね、もう政治評論家の書くタイトルじゃなくて歴史作家の書くようなタイトルの本ですけれども、これ平野さんが幻冬舎からお出しして、おります。でこれがまたですね、現代の政治の話にもつながるという非常に面白い話なんで、実はこれ本当はね深入りしたいところなんですけれども、この程度で今日ちょっとここは今日はこの程度で、ビデオでですね撮影をしております。この近くに福満寺さんというお寺さんがあって、でそちらの方でいろいろとお話を伺ったりとか、あるいはまた後日ちょっと改めてこの坂本龍馬の話だとか、アテルイだとか、平将門だとか、こういういわば末路あぬものとしてですね、歴史の敗者となりで、時には朝敵と名指しされてですね、切り捨てられてきた影の歴史があるわけですね。でも実は見方を変えると、中央集権に対する地方分権の主張であったりとか、虐げられた者の代弁者であったりとか、むしろ先住民のですね、誇りのですね、シンボルであったりとかですね、さまざまにですね、今汲み取るべきですね、内容をすごく含んでると思うんですね。そうした小沢一郎さんも本人は何ていうか知らないですけど、少なくとも平野さんというですね、何ですか、平野さんって小沢さん、小沢さんかって平野さん、あれどっちがどっちなんだろう。小沢ファンっていいんですか。小沢ファン代表なんですか、それとも平野さんは小沢さんの何なんでしょう。もうこれはね、平野さんにとって小沢一郎というのはどういう存在なんですか。そうですね、
思考脳空間共有してるわけだ難しく言えば脳空間共有してるんですか。いやこれね、でもこれめあのデジタル的ですね。そうそうよ、いやあのね最大のデジタルはね、縄文人ですよ。ああ、また話がすごいことになってます。まあこれはまあこれはねインターネットもこれあのこのデジタルって縄文の世界ですよ。インターネットは縄文の世界だそうです皆さん よく聞いてる。いやこれがわからないようだったら、あのインターネットねあのいじっちゃダメよ、大変な話になりましたメディアのですねこれは何なんだろう、革命なんですかね、それとも、まあ、ちょっと聞きましょう。いや私説明しましょう、あの私はね小田原一郎や我々がやってきた改革、革命はね、縄文革命と言ってます。縄文革命、それはどういうことかと言いますとね、その共生社会が共に生き共に、あの幸福になる社会を作ろうという、ちょうど三内丸山時代ですね、青森の発掘された三内丸山遺跡でした。あのいわゆる遊牧移動まあ、狩猟社会から、狩猟社会からあの定着社会になった、あの これをモデルに、理念的なものに、これからの市場経済、新しい資本主義っていうのはそういうものにあの組み替えていかないかっていう、それでねその縄文人の特徴っていうのはね、その言語でね、その意思をその交換しないんですよ、そのテレパシーっていうかイメージでね。本当ですかそれは。本当にそれはできるんですか。そうですよ。これはね、まあ、あんまり話が飛ばしてるからな、あまり小田さんの話を。小田さん私ね、平成16年にね、もう引退を表明して、引退するには小田さんと揉めましたけどね、その時にね、まあ、小田さんも理解してくれてね、その、どういうふうに理解したかっていうと、その僕はその時日本維新運動って、自由党で小田さんの下で、日本一新するためのいろんな理念や政策を作ってた、素晴らしいものがあるんですよね、これがねやっぱり永田町の中でね、政党の中で議論してても何のも意味がないわけですよ、でまして民主党と合流してね、それを理解するね、民主党の感性のある人は少ない、ないっていうわけじゃないけど少ない、そこで僕はいろいろ考えてね、これは日本一新という考え方を、国会の外、永田町の外に出すべきだという、それで、小田さんに行って、もう、3期目は出ないと、まあ、70だったからですね、もう70過ぎてね、僕は衆議院の事務局にも長いこといたから、こんなね、国民の幸せをね、妨害し、日本の発達をね、邪魔してるね、シンジゲートにいたくないと、いう過激派的な発想でね、外へ出て日本維新運動をやったわけですよ、でその時に、いろんなマスコミがね、小田さんについての話とか、小田さんと付き合う特徴、そのノウハウを教えるという、取材等がありましてね、ある雑誌でしたがね、でその中にね、小田さんという人はこの思考空間、いわば脳と脳ね、他人の脳と自分の脳とこう共有して思考、共同で思考する人なんだと、でそこでそのまあディスカッションしたことは素晴らしいアイデアが出るんですよ。だから小田さんとうまく付き合うと思ったら、脳空間をね、脳の思考空間を共有するっていうことが一番大事だと、それはあの方は縄文人だからと、こう言ったわけですよ、その東北縄文人だからと、でそれをね